はい、これからの動画では障害のことについても、多く触れていきます。チャンネル登録をしていただければあなたに本当に必要な情報なのかどうかっていうところはタイトルとかでも分かっていくと思いますので、ぜひチャンネル登録だけ、していただいて、本当に必要なものなのかどうかっていうところを見定めていただければと思います。これからも痛みであったりとか、体質のお話はしていきますので、そちらも見逃しないようにしてください。これからの動画が重要になっている方は、妊娠中であったりとか出産前の方、そして育児中の方、ご家族にそういったちっちゃいお子さんがおられる方、あとは、実際にそういった診断を受けている方もそうですし、もちろんご家族の方、障害を持たれている方が近くにいる方ですね、そういった方が、この動画を見ると、かなり力になっていくと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。その前に一つ注意点としては、障害っていうところをあえて、一つにくくっておき、おこうと思います。発達障害の中でもいろんなもの、 ADHD であったりとか、アスペルガーとかいろいろあります。知的障害の方でもいろいろありますが、あえてですね、障害っていう枠で一つくくってしまおうと思います。理由は、発達障害だったりっていうところに対するアプローチの方法、治療の考え方っていうところを実際に弟に実践していっても、同様のいい結果が得られましたので、あえてですね、障害っていう形でくくってしまおうと思います。そこだけご容赦ください。で、今日はですね、なぜ障害が起きてしまうのかっていうところについてお話ししていこうと思います。要因は2つ、遺伝子と環境のせいっていうところです。特に私はこの環境の部分を、より詳しくですね、新たにお伝えできればと思ってますが、まず今日遺伝子のところについて、少しだけ触れていこうと思います。で、偉い学者さんとかはですね、この遺伝子のことで、うまいことを言うんですね。どういうことかというと、障害は世界に必要とされているんだっていうような理論です。どういうことかというと、遺伝子というのはどん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 より良くなっていく、進化していくはずなんですね。例えば昔みたいにですね、四足歩行の、なんちゃら原人みたいな、それからだんだん歩けるようになってきて、脳も大きくなってきてっていうのが遺伝子レベルでの成長ですよね。コツコツ良くなっていくはずなのに、知的レベルが低かったりだとか、コミュニケーションがうまく取れない子が生まれてしまう、ダウン症とかもそうですね。そういったものはなぜなくなっていかないのか、より良くなっていってるはずなのに、そういった反対に、そういったものも増えてきてしまっているのかっていうことに関して言うと、それは世界に必要とされているからだっていう理論があります。例えばアインシュタインだったりとか、そういったですね、独特な発想、感性、こだわりだったりとかで、より新しい発明であったりとか、新しい視点っていうところを、世界にですね、発信していく人が、その中にたくさん生まれてくるっていうところから、遺伝子レベルでなくならない理由として、そのようにですね、世界に必要とされているんだ、だから受け入れていきましょうっていうような考え方があります。私はそういった考え方は大嫌いなんですね。受け入れる、そして諦めるっていうところは、全然ナンセンスだなと思いました。今まではどちらかというと私もそういう感覚はありました。障害は個性であって、なかなかもう良くなっていかないし、諦めなければいけないから、個性として、認識して一つのですね、パーソナリティとして、受け入れるしかないんだと思っていましたが、実際にですね、いろいろアプローチの方法を考えていくと、まだまだ良くなること、可能性だったりとか改善の余地っていうところがたくさんあることが分かりましたので、遺伝子のせいだから、受け入れなければいけない、個性としてもう容認しなければいけないっていうのは、もう時代遅れというかですね、単純な私の勉強不足だったなと痛感しました。もしあなたが、そういった方、障害の方に対してそういった考え方をお持ちであれば、それはそれでいいので、また違う考え方もあるんだっていうところを受け入れていただければと思います。まだまだ良くなる可能性がありますっていうところですね。
さすがにですね、ここ右腕が元からないとかですね、そういった方が右腕が生えてくるようになるっていう次元の話ではないですが、こと発達障害、知的障害に関して言うと、どん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 コミュニケーションも上手に取れるようになったりだとか、上手にですね、人と触れ合うことができたり、あとは上手にですね、自分の意見を主張することができたりとかっていう風に変わっていく可能性がまだまだあるなっていうところを私は確信しましたので、ぜひあなたもですね、諦めずに、そんな情報には踊らされずにですね、ここが変わっているからもうダメなんだって思わないように、この環境の部分を変えていくことでかなり変わっていく部分がありますので、これを次回からの動画で環境の部分の、気をつけなければいけないことっていうところをお伝えしていきますので、お楽しみにしていただければと思います。はい、本日の動画はそんな感じ、かなり長い前置きと思っていただければと思いますので、お願いいたします。本日も動画をご覧いただきありがとうございました。